大人びた音だった。セッツさん、沢村くん、すごいけど何かが違う。セッツさんの、沢村くんのいつもの音が聞きたい。確かにうまいが違う。もっと沢村は気まぐれだ。俺はなしてこうして弾いてんだべ。じっちゃの踊場目指して、初めての大会でじっちゃの踊場求めてる。じっちゃが死んだ。無音。何も聞こえねえ。だども、何も聞こえなくても。記憶、思いはある。誰にでもある。それとは、重ねで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 。最高！三味線がお前を生かすんだとしたら、いずれ自分の意志と関係なく、その世界に引っ張っていかれるぜ。とても大切なことで、やらなきゃ後悔があるようだったら、失敗しても自分流で頑張ります。音の魂が引き継がれたのね。今ね、今ね、音を追いかけないで音に乗ったの。沢村くんの音、気持ちよく跳ねてた。やった、やったじゃん。私らすごかった。みんなすごかった。いやー、興奮が止まらない。見ろよ、この鳥肌。それは誰の真似だ？それがおめえの音か、せつ。おめえは三味線上手だ。だども、それだわ、じっちゃんの真似子だ。見たくねえ音出してらって気づくまで弾けばうまいね。おめえの音で奪え。わかってる、じっちゃん。いっとまが音の家じさついてた。